アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年4月、いや令和4年10月2日、場所は大阪鶴見緑地場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック第3節になります。ショーエイブレザーズ対三重ファイヤーバードの一戦が今から予定されております。試合開始12時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。まず奥側に本日陣取っております、ホワイトのユニフォームをまとっておりますのが三重ファイヤーバード。もともとは日大出身の選手が三重県に配置された際にそこで開拓されたアメリカンフットボールチームです。創設以来すでに40年の月日が流れております。三重県内のフットボール、チームの総合にも貢献しました。現在は全国の大学経験者やメンバーを構成を集め、底辺の拡大、そして未経験の選手の拡張、さまざまな形で三重県にアメリカンフットボール普及に努めて邁進しておりますクラブチームです。そして本日は手前側ホームスタンド側に陣取っておりますカラーのユニフォーム、鮮やかなブルーのユニフォームをまとっていますのがショーエイブレザーズです。こちらは1975年発足の非常に歴史あるクラブチームになっています。かつては1990年代現在の X リーグ一部に該当する日本社会人アメリカンフットボール一部に所属している時期もありました。現在のチームの在籍者は一部、そして地方下部リーグ、そして関西の下部リーグの出身の選手、同好会の経験者などさまざまな方が多様に参加しています。かつてその一部にありました時のメインスポンサー省営製作所が再びそのチームのメインスポンサーになりまして、今シーズンこそ復活を遂げようと気概を上げているそのチームになります。この両雄による一戦が間もなく行われます。台風の兼ね合いで両チームその日程に変則がありましたため、試合の消化数においては両チームともまだ1試合しか行われておりません。しかし共にその初戦を白星で飾る形になり、幸先がいいスタートを切っている余裕です。今シーズンチームスローガンリライズを掲げまして、かつての栄光の時を取り戻そうと復活の凱歌を上げようとしています。ショーエイブレザーズ、その言葉通り今シーズン見事本懐を遂げることができるでしょうか。ショーエイブレザーズゲットイン。ショーエイブレザーズによるオープニングセレモニーが行われました。令和4年10月2日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催
2022 X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック第3節、昭栄ブレザーズ対三重ファイヤーバードの一戦が行われます。試合開始12時ちょうどキックオフ予定です。これより両チームによるコイントスが行われます。改めまして両チームの紹介をさせていただきます。手前側に陣取ります。本日カラーブルーのユニフォームをまとっておりますのが昭栄ブレザーズ。奥側反対側にバックスタンド側に構えましたホワイトのユニフォームをまとっていますのが三重ファイヤーバードです。三重キックオフ、昭栄リターンで試合が始まります。本日の試合は三重ファイヤーバードの申し合いにより短縮試合となっています。1クォーター8分の正式計時で行われます。キックオフキッカーを務めますのは三重ファイヤーバード25番の鈴木、富山大学出身のプレイヤーです。対しまして昭栄はリターナーが33番が入りました。33番のプレイヤーが果たしてどのようなプレーリターを見せますでしょうか。このキックオフに注目ください。昭栄リターン、ここで中央トップを図りましたが昭栄陣25ヤードの地点でボールデッド。この位置から昭栄ブレザーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは昭栄ブレザーズの攻撃です。昭栄自陣25ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新に必要な距離は10ヤード。パス不成功。まず昭栄ここで開始点から後方より1回だけ許される前パスを展開しました。このパスを投じましたがワイドレシーバー6番カバーされてディフェンスにカバーされていたためパス不成功に終わっています。前パス失敗ですと攻撃権は1つ失い次の攻撃に変わります。開始地点は前の地点に戻されます。従いまして昭栄自陣25ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新に必要な距離は同じく10ヤード。さあ今度は中央へのワンプレー、ランニングバックに託し33番中央突破を図りました。これは三重32番のタックルにより止まりましたが、しかし約6ヤードのゲインを許しています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。倒された地点までで攻撃の前進は1回図られたことになりますので、昭栄続いて3回目の攻撃に入ります。サードダウン、そして攻撃権更新残り距離は4ヤード。昭栄自陣31ヤードからサードダウン4。三重ナイスディフェンス。ここで昭栄クォーターバックが自らボールを持ち右オープンへのランプレー展開しようとしましたが、これを三重ファイヤーバード見事にアジャストしまして約1ヤードロスとしました。素晴らしい判断しましたのは三重ファイヤーバード83番清水、富山大学出身。
翔英、ここでフォースダウン4回目、最後の攻撃になりますが、ここでフォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このパントによりましてボールは三重陣30ヤード付近まで変わりまして、この位置でボールが止まりました。この時点での攻守交代となります。今度は攻守入れ替わりまして、三重ファイヤーバードの攻撃に変わります。パントはいわゆる攻撃放棄ですが、しかしそのキックにより陣地を大きく挽回できます。相手側に陣地開始点を押し込むことによって、翔英ディフェンスのポジショニングを有利にしました。対しまして今度は三重ファイヤーバードの攻撃に入ります。三重自陣32ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。同じく更新距離に必要な距離は10ヤード。パス成功。クォーターバック9番ランニングバックに渡すと見せて、プレーアクションからワイドレシーバー81番にパス。これが見事に決まりまして、約7ヤードのゲインとなりました。パスを投じましたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたワイドレシーバー81番はフル、山形大学出身、そして三重ファイヤーバードのキャプテンでもあります。三重自陣39ヤードからセカンドダウン3、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の必要距離は3ヤード。さあ今度はランニングバックにボールを持たせ、右オープンへのランプレーを展開しようとしました。キャリアは16番、しかしこれは翔英のディフェンス集まりよく、ゲイン1ヤードにとどめています。キャリア16番は下手、鳥取大学出身。三重自陣40ヤードからサードダウン2、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新に必要な距離は2ヤード。さあここで三重クォーターバック9番自らボールを持ち中央突破を図りましたが、しかしこれはディフェンスのプレッシャーあり、ゲインは1ヤード。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。三重フォースダウン残り1ヤードで、こちらもフォーメーション変えまして、パントフォーメーションを取りました。このパントは外へ出まして、翔英陣25ヤード付近で攻守交代となります。結果的に両チームともまず最初のオフェンスのシリーズ、その攻撃の一連の流れをシリーズと表現しますが、これはともに結果的にはパントで終わりました。さあまず最初にお互いに手合わせした形のその2回目の攻撃に両チーム入ります。まずは翔英の攻撃となります。翔英自陣23ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまでの距離は77ヤードとなります。パス不成功。ここでクォーターバックが後ろに下がりまして、ロングパスを投じました。ターゲットは6番でしたが、しかしこのパス手につきましたがキャッチできず、パス不成功に終わっています。結果的に攻撃権1つ失いまして、セカンドダウンに変わります。先ほどのパス投じましたのはクォーターバック2番の山西、ターゲットでしたのは5番のタイトエンド辻井でした。翔英自陣23ヤードからセカンドダウン10。
さあ今度はランニングバック33番がボールを託され中央突破しました。これによってタックルを受けながらセカンドエフォート粘り腰を見せまして攻撃権更新としています。ショーエーブレザーズファーストダウン。まずショーエー、ここで開始地点より10ヤード進みまして攻撃権をリセットしファーストダウン、1回目の攻撃に戻しました。ショーエー自陣33ヤードに押し上げ、この位置からのファーストダウン10となります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエストが投げられますと、これは反則発生を意味します。どちらにその反則がありましたか、まもなく審判からコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、ステイなスタートを切ったという反則です。オフェンスは特定の選手以外は揃ってスタートしなければいけません。この反則により5ヤード抜体となりファーストダウンやり直しです。従いましてショーエー、5ヤード下がりましてファーストダウン15、ボールオンは自陣28ヤードとなります。ナイスラン、ファーストダウン。ショーエー下げられましたが、このプレーを逆手に取り、ランニングバック21番にハンドオフ、そこから21番右オープンに展開し、一気に攻撃権更新といたしました。ショーエーブレザーズファーストダウン。ここで負傷者が発生しているため、一旦ここでレフェリータイムアウトが入ります。見事なランプレーを見せましたのは、ショーエーブレザーズ21番の渡辺、大阪産業大学出身。ショーエー陣地を順調に押し上げ、自陣48ヤードの地点に入りました。この位置からショーエー1回目の攻撃に入ります。ショーエーファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番、ワイドレシーバー6番へのパスでしたが、このパスを6番キャッチできず、パス不成功となりました。ダウン1つ進みまして、セカンドダウンに変わります。前パスは接触少なく前進できるプレーですが、ボールのハンドリングを誤ると全くゲインがないという形に終わります。また時間の消費も少ないため、体力勝負に持ち込む状況にもなります。これらを考えながら、ラン、パス組み合わせてアメリカンフットボールは攻撃を組み立てます。ショーエー自陣48ヤードからセカンドダウン10。ナイスだ、ファーストだ。今度はランニングバック29番にボールを託しました。ボールを受け取った29番、そこからカットバックし右オープンを展開、一気に相手ディフェンスをまくり上げ攻撃権更新ファーストダウンとしました。キャリア29番は柏原、近畿大学出身のルーキープレイヤーです。さあこれにより翔英相手陣に入りました。相手陣27ヤードからファーストダウン10。タッチダウン。ここで翔英一気にランプレーで勝負しました。託されましたランニングバック26番、
素晴らしいステップで相手ディフェンスを置き去りにし、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチャー。これにより翔英6点を先制いたしました。見事なランを決めましたのは翔英ブレザーズ26番の金子、近畿大学出身のプレイヤーでした。ここで翔英に反則がありました。交代違反、フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。この反則により5ヤード下がりまして、トライ4ポイントに挑みます。反則トライ4ポイントはタッチダウンの後のボーナスのワンプレーです。このプレーによりキックを決めると1点、そしてボールをエンドゾーンに持ち込んだ場合には2点加点されます。さあ下がりましたが翔英、キックによる1点を狙います。このプレーは失敗、結果的に6点止まり。翔英ブレザーズ6点、三重ファイヤーバード0点。蹴ろうとした際にボールのハンドリング、タイミングが誤り、結果的にプレー失敗に終わりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンの後にはもうワンプレー、ボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。この結果ワンプレーによる得点は自殺点のセーフティー2点を合わせますと2点、3点、6点、7点、8点のいずれかになります。結果的にこの足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあそして試合は翔英ブレザーズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入ります。これは翔英のカバーもよく、三重自陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から三重ファイヤーバードの攻撃となります。このようにアメリカンフットボールは基本的には点が取られた側が次の攻撃を得るという形に構造がなっています。さあまず先に先制された三重、反撃に挑む攻撃に入ります。ボールオンは自陣23ヤードからファーストダウン10。さあまずパスが通りました。パス成功です。クォーターバック9番まず一旦ボールを外に振るような形で短いパスを通しました。これによって約2ヤードのゲインとなっています。アメリカンフットボールはボールを投げた位置からわずかでも前であれば前パスという判定になります。言い換えますとそれより後方であればどの位置からでも後ろパス、そして後ろパスはランプレーと同じ扱いになります。さあ今度はランニングワークに託して中央トップ測りました。しかしこれは翔英のディフェンス圧力があり右オープンに展開、しかし結果的に約3ヤードのゲインとしています。見事な判断で右オープンへランを切りゲインを果たしました。ランニングバック16番は下手、鳥取大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして翔英ブレザーズ6点、三重ファイヤーバード0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。